電波組インクです。1月14日に予定しておりました電波組インクのワンマンライブツアー仙台公演がやむを得ない事情で中止となってしまいまして、すごくすごく楽しみにしていた分とっても悔しいです。ここでお知らせなんですけれども、1月19日に同じく仙台市内で振り替え公演の予定もございます。詳しくはホームページや公式ツイッターなどをチェックしてください。お手持ちの仙台公演のチケットはなくさずにお持ちください。明日15日以降随時ホームページやツイッターでお知らせしますのでお待ちください。はい、引き続き電波組インク全国ツアー全力で頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。